東京都道318号環状7号線。東京都道318号環状7号線。東京都道318号環状7号線は、東京都大田区平和島を起点に、世田谷区、杉並区、練馬区、北区、足立区、葛飾区などを経由して、江戸川区臨海町に至る主要地方道、都道である。東京都市計画道路幹線街路環状第7号線。 東京都市計画道路幹線が色環状第七、五運として整備されたことから、環七通り、あるいは環七の通称を持つ。東京23区の西側を半周する東京都道311号、環状8号線、環八通りは、都心から見て、本道路り、外側を通っているが、23区内を環状に回る、一般道としては、本道路が最も外側に位置する。 旧東京市が1927年、昭和2年に策定した、大東京道路網計画、昭和2年8月1日内務省告示、大東京都市計画道路構図に、建設計画が盛り込まれ、まず西側の区間から、片側に車線以上の道路とて、ルート上の既存道路の環状道路への指定外や拡幅、及び主要区間の建設工事が始められた。九百四十年、 昭和15年には、第二京浜国道との交差点として、松原橋立体、現在の大田区、都営地下鉄浅草線まごめ付近が、共用開始されているが、この松原橋立体は日本で最も古い、インターチェンジ型の立体交差でもある。戦時体制に入って、建設計画は凍結されたが、戦後、東京都建設局都市計画課長であった、石川栄養による、 東京都戦災復興都市計画に取り込まれ、環状3号線のような美観道路としての整備計画が立てれた。しかし、東京都知事、安井誠一郎の都市計画に対する無知や、GHQ の廃線国に立派な道路は必要ないという示唆により計画は実現されぬまま放置されていた。その後、東京都の都市計画責任者に就任した山田正夫により、 美観道路としての計画は破棄され、1964年、昭和39年の東京オリンピック開催のためのオリンピック道路としての整備が行われた。東京オリンピックの開会式が開かれる、駒沢競技場や、戸田想定場と羽田空港とを結ぶ主要道路となることから、その招致活動に合わせて、新神谷橋、北区と足立区の境までの工事が急がれることとった。 この区間は東京オリンピックが開催された1964年、昭和39年までに開通している。これより東側の鹿浜橋、足立区から東の区間は東京オリンピック後の共用開始となった。1985年、昭和60年1月に最後まで残っていた葛飾区、青戸八丁目から奥戸立橋までの区間。 京成本線の立体交差の関係で後期が延びたためが共用開始されたことで全線開通となった。最初の構想から58年かかったことになる。走行費は用地取得費の増大と工事の遅れによりおよそ1兆2000億円まで膨れ上がった。本線については全線片側2車線以上であり、ほとんどの幹線道路や鉄道との交差は立体交差であるため、 夜間や明け方など、交通量の少ない時間帯に限ってはスムーズに流れている走りやすい道路ある。立体交差は約30箇所整備されている。しかしながら重要幹線道路であるがゆえに、日中の交通量は非常に多く、一箇所でも交差点容量が不十分だったり工事による車線規制があったりする、その地点を先頭に大渋滞となる特徴を持っている。例。 大原二丁目、下平二丁目。また、立体交差の両端、あるいは片側に信号が設置されている例が多く、その地点を先頭として滞ることが少なくない。例、板橋中央立橋。先行開通した西側区間、足立区日谷の二付近より、西側は、1975年、昭和50年から、沿線の住民らの騒音被害を訴える声を受けて、 最高速度制限が時速 40km に指定されていた。この部分は速度取り締まりが頻繁に行われている。東側及び大森東交差点、大田区台、森北6の28付近により、海側は開通当時から時速 50km に指定されていた。2011年、平成23年12月からは、制限速度は全区間時速 50km である。 甲州街道との交差点である大原交差点は東京都の一般道で最も交通量が多い交差点となっている。平日昼間12時間交通量は2路線合計で約10万台平成17年度道路交通センサス。世田谷区に所在する若林踏切は関7通り唯一の踏切であるが通常の踏切とは異なり電車優先ではなく自動車。 道路交通優先となっており、道路側には警報器や遮断器は存在しない。その代わりに交通信号機が設置されており、道路側が赤信号となるまで、電車は踏切前で待機することとなる。関七通りの重り東交差点、関七大井不動間を除く全線、および関七通り以内と新全域は、土曜日午後1時から日曜日午前7時まで、 首都高速道路、湾岸道路を利用しての単なる通過や許可者を除いて、型貨物車、1ナンバーのトラック、バンには存在しないの通行が禁止されている。杉並区、中野区の地下には、大雨の際に神田川から取水し雨水を溜めておく、地下調整地がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。